おはようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。3月3日木曜日の全国のお天気をお伝えします。関東から西日本にかけては広く日差しが届きます。昼間は気温が上がり、日差しの下では春の暖かさを感じることができます。一日の気温差や花粉の飛散には十分にご注意ください。ただ関東ではお昼過ぎ以降ににわか雨の可能性があります。空の変化にお気をつけください。一方、北日本や北陸では低気圧や前線の影響で雨や雪の降るところが多くなります。前線通過時は雷あられ、突風などにも注意が必要です。内陸山沿いなどでは積雪の増加にもご注意ください。また沿岸部で風が強まります。横殴りの降り方や吹雪などにも注意が必要となります。また融雪災害には十分にご注意ください。お天気アプリウェザーニュースでは最新の気象情報を確認することができます。ぜひご活用ください。